さんこんにちは、アサバビニョンゴチャンネルです。今日はですね、新しくマッテルさんからいただいたちょっとしたバービーグッズご紹介します。これマリブバービーのポラロイドカメラ、かわいいでしょこれもうあれ1年以上前だよね。80年代あれ90年代ぐらいの、バービーカメラ、昔に出てたねバービーのポラロイドカメラのリファービッシュ版を、以前にご紹介したんですけど、それはね、バービートラックで販売されてたんですけど、今回はまた同じ、レトロスペクトさん、同じねメーカーさんから同じリファービッシュバージョンの、今度はマリブバービーの、ポラロイド出ました。かわいいです。今までのね、あのザ・バービーカメラの もちろんデザイン可愛いんだけど、私はもしかしたらこっちのカラーリングの方が好みかもですね。はい、うちにはこっちの方が合うかな。もう箱からすでに可愛い。で、あのこのね、去年たくさん出てたマリブバービー50周年記念のこのイラストレーションってほんと可愛いなって私思ってて、これもう今年はもう出ないのかな、このグッズ、今年もまた出てほしいぐらいに可愛いですね。まあ、黄色が結構多めではあるんですけど、だからね私全部買わなかったけど、私もっと黄色とかねカラフルなあの好き系のコレクターだったら全部買ってたね、きっとね。はい、ここ説明書き書いてあります。これね、あの一応リファービッシュなんで、超新品ではないんですけど、でももう実際実物はもう本当に新品みたい。うん、これがねリファービッシュ、ちょっと信じられないかな。で、今回のはこの閉じてる状態だと、いちごミルクみたいな色、うん、可愛いパステルピンクで、でこのラインの部分だけは黄色で、ここにもねバービーのロゴが入ってるっていうのがすごい可愛い。で開けるともうちょい黄色出てきて、でここにステイゴールデン、サングラスとバービーのロゴ、あ、バービーのイラストで、上にもポラロイドって書いてある。可愛いですねこれは。うん、これはちょっとコレクションとして持っておきたいかな、コレクターさんなら。可愛いです。私このフィルムがないんで撮れないんですけど、めちゃくちゃ可愛い、とにかく可愛い。うん、とりあえず持ってたいねこれね。でこのシールついてるんですけど、でね、これで自分の好きなようにデコってくださいというわけなんですけど、私このねセンスないのね、シール貼るの、うん、こんな家にベタベタシール貼りまくってる割に、あのこういうのはセンスないと自分では思ってますので貼りたくないよと思って、なんかね貼って失敗すると思って、私は貼らないって決めた、うん、むしろこのシール他に使いたい。このね右下のカリフォルニアドリーミングとかのステッカーもめっちゃ可愛いね。これね、もう箱が本当に可愛い。これねちょっとデコってる例、失敗したくない方はこれこのまんま貼って貼りたくない、うん、あと可愛くてね貼れないっていう、そんな感じでバービーのシールいっぱい溜まってきますね。日本からもお買い物できると思うんで、ぜひ、お買い物リンク覗いてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。アサバービー日本語チャンネルでした。